皆さんこんにちは、竹ちゃん先生こと竹田幸男です。皆さん忍者パルクールってご存知ですか？あるいはパルクールってご存知ですか？2018年5月ゴールデンウィークに、金沢城の公園で行った忍者パルクールのポスターです。これについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。パルクール実は私は忍者に似てるな。パルクールというのは、A 地点から B 地点に最短距離であるいは最短時間で移動するためのことです。別にスポーツというわけではないんですけども、フランス発祥の運動なんですね。それには精神的にどうやったら行くか、自分の体力と相談しながらどういうふうに行ったらいいだろうと考えることですけども、それがだん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 進んでいってスポーツの意味合いを持ってきました。さあ、塀を乗り越えたり壁を乗り越えたりあるいは坂道を走っていったりというその動きがどうも忍者の動きに似てるなというふうに思って、忍者とパルクールを一つにしてこの金沢城という歴史文化のあるところで始めたのがきっかけであります。ではなんでそれをやろうというふうに思ったかということですけども、京都や金沢には日本の歴史文化が多く残ってます。京都というのは大変有名な都市で世界中に知れ渡っています。ところが金沢、日本の皆さん方は金沢って言えば歴史的な町だということを分かりますけども、世界の人は知りません。2013年、アメリカの中学校で市場調査をある方にお願いして金沢の認知度を調査しております。その時に質問したのは、皆さん東京知ってますか、京都知ってますか、金沢知ってますかという質問です。さすがに東京はアメリカの中学生、これはテキサスの中学校ですけども全員知ってた。京都というとあそこまで行きますとね、50% ぐらいの認知率だったそうです。さあ金沢、誰も知りません。次に質問です。侍知ってますか、忍者知ってますかということです。侍については大体 100% です。忍者、もう教室の中が割れんばかりでわー知ってる知ってる知ってるというふうになったと。さあそこで次に調査をしてくださった方が、おじさんはその侍と忍者の町金沢から来たんだよ、皆さん金沢に来てみたいかと言ったら、みんな行ってみたいというふうに言ったというわけですね。ということは世界の人たちに忍者というと日本文化というふうに印象がつけられているということなので、それならば金沢といったような歴史文化を、本当はお侍さんかもしれないんですが、忍者を使って世界に発信しようと思ったわけです。もう一つ、若い人たちに人気のあるスポーツ何かというと、実はパルクールです。で、パルクールはまだ日本には3000人とか5000人とか大変少ない人しかやっていません。またパルクールって知らないっていう人が多くいます。ただし世界的にはこのパルクールっていうのは大変人気があって、2024年あるいは2028年、そのオリンピック競技にもなろうかと言われているような大変素晴らしいスポーツなんですね。それを日本を知ってもらうためには、日本にパルクールを普及するとともに世界に金沢を普及する、このドッキングしたらいいじゃないかということで忍者パルクールというのを始めました。で、やる場所ですけども、やはり歴史文化を感じさせる金沢城がいいだろうと思って、金沢城の管理の方々、管理事務所の方にお願いに行きました。管理事務所の方々も、お城に忍者なんていないでしょと言ったようなことを言われます。当然お城の中に忍者なんかいないですよね。しかしこの歴史文化の象徴が、金沢の歴史文化の象徴は金沢城ですので、やはり金沢城を使わせていただき、世界中に日本の文化を発信したい、さらにこのスポーツを通して子どもから大人まで元気になってもらいたいといったようなことをお願いしまして、金沢城を貸していただくことになったわけです。それで、このパルクールをやる人たちは中学生、高校生、大学生が多いです。
皆さん方は、学校の勉強があります、それをサボって、金沢に来てくださいということはなかなかできませんので、学生の皆さんが一番休める時期、それはゴールデンウィークなんですね。それでゴールデンウィークに金沢城を借りて忍者パルクールをやるといったようなことです。2019年も忍者パルクールを金沢城で行いますので、皆さんふるって応募してください。応募の仕方としては SNS を通して自分の動画を出して、そして上位に入った人たちだけがそのスポーツに参加できるというふうになっています。やはり何も知らない人が突然来て、パルクールをやって怪我をしては困りますので、やはりある程度きちんとした練習をした人たちに参加してもらうというふうにしております。一方それを見て自分もやりたいなという方々大歓迎ですので、ゴールデンウィークぜひとも金沢城に来てみてください。でこの目的は世界に情報を発信するということですので、できれば世界中の人に2019年世界から忍者パルクールに集まっていただきたいなと思ってます。では次の動画でまたお会いしましょう。